高木貞友は、安土桃山時代から、江戸時代前期にかけての武将、旗本。美濃州東公木下初代。高木貞久の子として誕生。父の代から織田信長に仕え、天正三年長篠の戦いでは、藤家氏に属して武功があった。天正六年春馬国間期城攻めに従軍。天正十年本能寺の変後は、織田信高に仕え、 天正十一年、信鷹が自殺したために、治療の駒野に併居するが、同年に、父、貞久も死去したため、駒野城主の座を継ぐ。天正十二年、橋場秀吉の誘いを断り、母を承認として、織田信夫に従った。駒木、長久手の戦いでは、加賀野以上、竹が、美白攻めに従い、また、駒野城に牢城して橋場方と戦った。 天正十八年小田原征伐では、肘方勝久隊に属して戦った。戦後、信尾が改役されると一族と共に、加藤三安を頼る。文禄元年、文禄の役では三安に従って、朝鮮半島に都会し、民軍との戦いで先行があった。慶長二年、徳川家康に召し抱えられ、和ズ国防打軍に六十国余りを、翌年には五百国を領した。 慶長五年関ヶ原の戦いでは、東軍戦法の美濃国、尾張国の案内役として、井伊直政、本田忠勝に付属。道中の駒野城は、徳永受賞に差し出している。慶長六年これらの軍港により、美濃石図軍に加造天保されて戦国を了した。慶長十九年大阪冬の陣では、平方に夫人。翌年の夏の陣では、平野での戦いで死球を挙げた。 学生では、駿府城、二条城武神の奉行、徳川秀忠城洛の際の船割奉行を務めた。当初は今村忠市長を婿養子に迎えていたが、後に離縁し、孫、定時が養子となって家督を相続した。ありがとうございます。